大谷ってなんで日ハムに入団したんや？高卒でメジャー行くって言ってたのに。いきなりより段階踏んだ方がええと判断したんやろ。日本や韓国の高校生が直接アメリカに渡って数年でクビになってるみたいなデータを栗山がまとめてきた。ダメ元で栗山が二刀流を言ったらマジで北の草生える。ベタではあるけど、運命的という表現がしっくりくるな。ハムじゃなければ二刀流なんてできなかっただろうし。そもそも二刀流を言い出したのは栗山。大谷に両方やるって発想はなかった。でも大谷って直でメジャー行ってたら二刀流はなかったよな。前例も実績もないのに認めるとこなんかないわ。大谷はメジャーでは投手一本の予定やぞ。ガッペがうまく口で言いくるめた。ここで二刀流の話がなかったら、MLB 本塁打王の打者大谷が発掘されなかったと思うと本当に頭が上がらない。テレビで大谷の入団の経緯を含めて特集もやってたな。栗山監督と出会う前は MLB に投手一本で挑戦するつもりだったんじゃなかったかな。言うて日ハムはすごいわ。前年ドライチ菅野外してるから大谷特攻なんて普通できんわ。たらればだけど菅野はハムに行けば今頃メジャーだと思うと惜しいな。菅野は巨人だからこそあんだけ名声手に入れられたし良かったと思う。わいも思うわ。今の山本みたいな成績何年かしてからメジャーもありえたかもしれんな。結果的にはいい判断やったな。多分直接メジャーならここまで日本の人気もなさそう。佐々木麟太郎はどうなるんやろなぁ。